皆さんこんにちは、エルザです。それではマインクラフトをやっていきたいと思います。前回はね、家を作ったっていうところで終わったんですけど、今回その続きをやっていきたいなと思います。で、今回はね、村の周りというか、この島の周りをね、さらに探索したいなということで、探索をしていきたいんですけど、そうだな、方角とかね、なんか周りに何があるかで、何を作ろうかなとか計画を立てたいんで、まずは探索をしたいと思います。でね、ちょっとね、いろいろと、こう、準備してたらね、まさかの、前回最後に出てきた、この方がね、まさかのおハマりになってるので、ちょっと、この子を、しばきたいなと。めちゃくちゃいて。いた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 。そっちにもいるんかい。そっちいるんかい。いていて。めちゃくちゃ痛いな。そうだな。今防具ないもんな。なんだかんだ。いやー。ダメージがしみる。ダメージがしみる。でねー、なんかこれ投げるあげるとなんかいいらしいよね。なんかくれるって話を聞いたんで、これ投げたいんだけど、うえー、とりあえずいろいろね、すごい散らばってるけど大丈夫かな。ほら、オラオラがいててて、よしかっちい。あー、散らばってる。めちゃくちゃ散らばってるじゃん。浮いてくれるのめちゃくちゃありがたいね。沈んでた記憶あるからさ。あー、痛かった。いていて、いて、いていて、やばい、やめろ、これやろう。あ、やばい。こっち。よし。ひどい目にあった。あー、でも結局、あげたことになってないんだね。はい、おはようございます。おー、いてーなんでだよー。せっかく朝にしたのに、でーなー。それは予想外すぎるって、ちょっと一回家帰るもん。で、ここが前回見つけた大穴だね。この大穴マジでやばいんだよなー。と、間違えると、そのまま落ちんじゃうから、ここもね、ちゃんと探索する機会を作りたいよね。新しい発見あるかな。この辺りは結構ね。お、キノコ放牧してるとキノコなるの、もしかして。おお、ほんとだ。キノコが普通にゲットできた。へえ。じゃあ倒れてる木って意外と大事なんかな。すごいね。なんか一時やってなかったのあるけど、変わってんだね、いろいろとね。で、お花もゲットで、こっちも違うお花があるんだ。へえ。赤い花だね。花なんかに使うかって、あれ染色だっけ？染色ぐらいだよね。どうしよっかな。意外といっぱいいっぱいなんだよね。あれ？また商人いる。マジで？何これ？フグ入りバケツ。フグ入りバケツとかあるんだ。その紐欲しいな。操作をさらに置く。意外と商人が近くにいっぱいいたっていうね。あ、森を抜けると、おー、だいぶ開けたね。すごいすごい。ね、動物はね、おっ馬だ。馬、白だ。ちょっとどうかな。おー。でも、蔵がないから、うん。蔵ないんだよな。うわー、リードあれば、連れて帰れたね。あ、すごい。あそこ花畑になってない？うわ、すげえ。あれ？なんか結構、緑豊かな場所に来たって感じなのかな。で、これは何は？あー、オーガンとかあるんだ。へえ。ね、記憶がね、ほんと何年かぶりにするとね、わけわかんないぐらい消えてるから、打感操作も忘れるぐらいだからね、ちょっと拾って持っていこう。そうなんだよね、意外とこうやって見るとさ、これ砂利でしょ？これは砂利でしょ、さすがに。久しぶりにやるとね、ほんとね、すべてが新鮮。お、洞窟。コーガンも何に使えるのかっていう話だよね。あ、すげえ！村だ！村！マジで？こんな近く村あったの？おー、お、あ、しかも黒ウサギ。どうも？かぼちゃ、あー、パンと交換してくれるんだ。え、ちょっとお宝、何持ってんの？うわー、めっちゃ持ってる。ありがとうございます。あ、金もある。そしたら一旦いらないやつ。うわ、すげえ、マジか。村がこんな近くあると思ってなかったな。海藻は一旦持っといて。あ、わらだ。わらブロックね。はい。ちょっと横取りさせてね。君たちのためだから。君たちのためだから。よし。はい、おはよう。干し草。マジか。お、これ何？これゴミ箱なんかだっけ？ああ、小麦か。ゴミ箱って言っていいのか。まあでもこれで食料の元はできたね。46、いいね。まあでもちょっとね、このまま持って帰っても人手なしみたいな感じになるから、一応まいとくか。一応もらってるわ、分はね。うん。一応返しとくわ。あ、そんなにね。あ、こっちもある。あ、ゴーレムもいるじゃん。すげえ。ちょっと待って。これビートルート。おー、これじゃがいもか、また。おー、あれ、めちゃくちゃいいとこ住んだな。てか俺めちゃくちゃいい場所にいたんだね。ちょっとね、他の絵も見ようよ。もうそんなにさ、こうねえ、いいものあるかな。お宝なんかある？ベッドだけ。他は？わあ、人参だー。人参最高。人参ゲットできた。で、こっちはもう食料困んなくなっちゃったね、これだとね。マジか。ビトルトの種。人参はそのままでよかったもんね。他。ほら、何やってんだお前は。俺の領地に手に入りやがって。これ何？何まず何ですかこれ何？カジダイ。はい。カジダイを使ってみましょう。ダイヤモンド装備ネザライトにアップデートしたり、アーマートリー。まあ、評価できますよみたいなやつか。もらっていこうよ。ただアイテムいっぱいなんだよね。アイテムいっぱいなんだよな。弓置いとこう。ちょっとこれあれだな。一旦。わあ、ポーション代がある。うわあ、ちょっと待って。これ、ちょっと、戻ろう。うわあ、金もあるし。すげえな。ちょっとね、アイテムをね、いろいろ持ってきすぎてるから、一旦、帰ろう。一旦帰って戻ってこよう。戻ってきたんだけど、なんかいるな。ちょっと待って。あのね、戻ってきたらあれだったんだけど、ちょっと待って。あそこなんかいるよね。あれなんだったっけ。あいつらめちゃくちゃやばかった記憶あるんだよな。あれクロスボウ持ってるよね。うわー、嫌だな。何だったっけ。名前が出てこない。クロスボウいいな。でも欲しいな。でもあれ、一体一体、相手、できるかな。いや、多分できないよな。痛い。3はダメージ。高すぎじゃない？ああ。クロスボウゲット。あら、痛い。クロスボウゲットだね。やぶな。装備がないからね、命がけすぎるんだよな。戻ってきました。ちょっとね、いろいろ道中ありましたが、まあとりあえず探索してみようかな。結構ね、もらえるアイテムとかもあるだろうから、そのあたり回収したい。よし。雨だ、雨。恵みの雨だ。俺のじゃがいも取っていったな、あいつ。あいつ俺のじゃがいも取っていきやがったな。で、ここはなんで水が溢れてるの？壊しちゃったんかな？壊れたのか。やめろ、お前。2回目、爆発2回目はいらん。2回目はいらん。危ねえ。ごめんね、村人。予定外だった。すまないね。やべ。危ない。ほら。よし。雷だ。矢もゲットでき、あ、矢ゲット取れてない。矢取りたいんだよな。ビートルトの種はあるし。そうだね、一旦。ん？あ、そっか。なんか餌かと思って近づいてきたのか。いや、にしても広いな、ここ。やば。雷やば。でも、お宝らしきものは、まあ、これで終わりかな？うん。まあ、でも、だいぶいいところだなぁ。武器も壊れちゃった。いやいやいや、だいぶいい発見だよ今回。食べ物がマジで困らなくなるからな。いて、お、乗るパターン。お前もこの野郎。いや、今びっくりしたな。今のはびっくりした。まさか羊に乗る羊ライダー？マジか。あ、ちょっと待って。桜の木ないあれ。うわー、晴れてたらめっちゃ風情あるんだけど、大雨だからな。やばい。やばい。風情とか言ってる場合じゃなかった。卑怯だぞお前。お前だけ遠距離でずるいぞ。で、弓もゲット。いらないものね。何がいらないかな。まあ弓いっか、2本あるしね。おー、すごーい。桜の木だ。ちょっと切るのもったいないね。いで、このやめろやめろ匠。ちょっと待ったちょっと待った。それはね、それはあかんと思う。これ一旦逃げよう。卑怯だなあ、あいつら。痛い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 。もう全身装備いかんやろ。ああ、やられた。チビゾンビ。はい、おはよう。はい、回収回収いくぞ、回収。やばー。一旦全部かな。いや、剣持ってかれてるね。なんか剣持ってかれてるぞ、いくつか。マジか。剣持っていくとかやらしすぎやろ。いてー。マジで剣持ってかれてんの。うわー、マジか。攻撃手段が急に減ったな。まあ、とりあえずこれはもう戻るしかないよね。そうなるとね。あいと、お前持ってんだ。お前さっきよくもやってくれたな。おい、お前そんなところいやがって。ほらほらほら、どうだ。しかも人のズボン装備意識取ってんじゃねえかお前。マジでしれっと装備意識持っていってんじゃないか。フリーな。よし、これでいこう。あのね、ちょっとね、やっぱ桜の木ゲットしたいなと思って、なんだかんだね、やっぱ、あるとあるですごい便利そうだから、ちょっとそのあたりは、あら、1個しか稼げなかった。ちょっとね、回収したいなと。あー、ゴミ箱か。あー、なるほど。ゴミ箱に捨てる理由はなかったけどな。とさっきのあれも欲しいしね。よし、火薬回収しときたいね。火薬なんか使えるよね。確かね。ビートルートってそのまま食べていいんやろかな。食べれるなら助かるけどね。で、どこだ？お、にゃんこちゃん。にゃんこちゃんいるのか。あ、レシピゲット。まあ、とりあえず、桜の木を採掘して、採掘っていうか伐採して、ちょっと何が作れるのかとか見たいんだよな。ちょっと待って、これ、うわー、危ないね。こっちかな。うわー、ピンクだ。すげえ。すごいね。桜の木とかあったっけって感じだもんな。あ、ちょうど届かない。中途半端に残してしまうな。あ、苗来た。苗木あればいいね。まあ一つ二つゲットすれば増やすことは可能だしね。すげえな、この散ってる感じがまた綺麗だね。うん、いいね。あ、すごい、あっちにもある。うわー、すげえ。いや、マジで当たり引いてるな。ちょっと待ってね。うわー。しかもさ、この辺り高低差が激しいから、それなりに宝石とかも掘りやすそうな感じはするよね。どうしよっか。島生活してるけど、拠点こっち移した方が探索とかはかどりそうだよね。なんか簡易拠点作って、移動してっていうのは全然ありかもしれないな。おー、すごーい。これはすごいわ。ん？あそこ、蜂の巣もあるね。ちょっと、記念撮影だけ。蜂いるね。蜂いる。うわー、すげえ、これ。いや、最高やね。あ、いいね。いやー、いいわ。これはいいわ。わ、あそこもなんかある。すげえ。なんだ。わあ、いろいろ見たいね。まずは、あったあった。しかもなんか、結構洞窟というかさ、地下多いよね。これ、ありがたいな。金ブロックある。あ、鉄のピッケルあるから、これをうまく使いたいね。うわあ、洞窟、散策したいところ増えたなー。お、これマグマブロック、もしかしてマグマじゃないか、マグマでいいのかわかんないけど、あ、すごい金だ、金の金シリーズだ、やったー。まあでも弱いんだよねファイヤーチャージ、ファイヤーチャージマジでわかんないもん多いんだよな。まあなんだかんだ言いつつもインブロック欲しい。よし、でなんか使えるんだろうな。やーば、景色すごくいいよねここ。ついでにあれも見に行こう。敵じゃないといいけど、敵の拠点とかそんなことないよね。やべやべやべ、めっちゃ撃たれてる。しかも下穴だった。危ねえ危ねえ。あー、なんかいろいろ村人が敵拠点でしたね。よし、逃げようこれは無事帰れるのか、家まで。走れ走れ。おい、戻ってきました。やっと戻ってこれた。途中大変だった。で装備もね、ちょっとこんな感じになってます。金のゾンビがいたんで倒したらね、全部落としてくれた。で、今回の戦利品がこちらだね。まあ武器がもう壊れそうなんだけど、金の武器はね、まあ食べ物系から桜系とか、まあ、リードもゲットだね。まあ、溶岩も手に入ったのでかかったね。あとは今作ってるんだけど、わかめも見つけたんで、今乾燥した昆布に変えてます。あ、多分これでね、食料はね多少緩和されるのではないかと。まあ後でちょっと貯めてみようかなっていう感じだね。で、ワンちゃんも途中見つけて捕まえました。で、この子はね、このまま置いていこうかなと。あと、もう一つ、実は発見したものもありまして、一旦乗って、ちょっとね、おほー、また君いるのか。ちょっと待った。君はね、ちょっとね、定期的にね、しっかりやっときたい。よし。どう？あー、やっぱ落とさないか。でも結構出現率上がってるね。あ、でね、何がしたいかっていうとこなんだけど、もう一種類、捕まえてまして、まあ、その子を今から見に行こうかとか、引き連れに行こうかと。やっぱ移動がさ、歩きだとね、スタミナの限界もあるし、ちょっと大変なんで、乾燥昆布めっちゃ消費悪いなまあ昆布だしね。多分この辺りだったかな。いや、もうちょっとこっちか。あ、いたいたいた。さすがにね、やっぱね、移動が大変だったんで、馬ちゃんをね、さすがに連れてきました。さあ、馬ちゃんって乗せれないの？あー、乗せれないんだ。君には鞍もつけてるんだ。で、こうしてどれくらいの速さでついてくるの？やっぱちょっと限界あんのか。ってなると、やっぱ馬ちゃんをうまいことこうね、連れて行きたいわけですよ。あ、意外と連れて行ける馬ちゃんをね。ってなった時に、ちょっとね、この島周辺の陸地を整えないと、移動が大変すぎる。ちょっと、ワンチャン連れて行くにも結構苦労したんで、工夫をというか、島周辺をね、改造したいなと思います。まあ、次回だね。よし、まあ、とりあえずこれで OK。いて。ってね、乗っちゃうとね、こうなるんですよ。地味に、ね、これが辛いんでね。あ、間違えた。ちょっと、やった。もう不器用が出てる。そういうのいらないんだけどな。ごめんね、ロバちゃん。あ、でも、めり込みがなくなったね。あとは、そうだね。そうだな。これ、馬が逃げないように、どうにかしたいっちゃしたいんだけどな。なんか、ボタンじゃなくて。ボタンじゃなくて。ああ、それがいるのか。こうして。ああ、フェンスだね。で、ここの。ちょっとね、いろいろ邪魔なんですけど。はい。ちょっとここにいてもらって。で、あと、そうだね、いろいろ話が途中で終わったんだけど、まあ、いろいろ持ってきましたよっていう話から、あとは、大釜ポーションと、まあ、作業台というか、強化台って言った方がいいのかな。まあ、持ってこれたんで、まあ、やっぱ、ある程度、物資は集めれつつ、こっから、あっちの島に行くためにまっすぐ道を作るというか開拓をしようかなと思います。次回はね。いや、今回なんだかんだ大変だった。めちゃくちゃ大変だった。めっちゃ馬ちゃん近いな。めちゃくちゃ距離近いな。依頼じゃないけどね。距離感すごかったね、今。はい。ということで、ご視聴の方、ありがとうございました。まあ、ちょっとね、狭くなってきたね。ちょい邪魔じゃね。まあね、そんな感じで、また次回もやっていきたいと思います。あとは、他にもゲーム投稿とか解説もしてますので、よければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。